皆さんこんにちは、こんばんはポカです。今回はですね、三が日1日目全積む評価ということでやっていきたいと思います。で、今回はね、いつもの評価と違って、いつもはね、評価って言ったら A ランクとか B ランクとかそういう感じでやってるんですけども、今回はね、見やすいかなと思って5段階評価にしたいと思います。そのグラフがこちらとなります。はい、こういうね、よく見るね、五角形の、チャートをですね、26体分今日はね、作ってきたので、早速ね、見ていこうと思うんですけども、三が日の2日目と3日目のね、このチャートのグラフ表もね、動画作ろうと思うので、よかったらね、チャンネル登録お願いしますということで、早速やっていきたいと思います。で、見方なんですけども、一番困るのはね、扱いやすさってところだと思うんですよね。扱いやすさに関しては、とんがっているほど簡単というね、ことです。そして26体全部ね、細かく紹介しているとめちゃめちゃ時間かかってしまうので、今回はね、おすすめの積むのみね、詳しく説明して、あとはね、飛ばし飛ばしていこうと思うので、一時停止推奨でございます。まずはムーシューはこんな感じですね。続いてガラクチュールレオナ、まあ追星の積むだからある程度レア度は高いという感じになっています。続いてイデアチャームですね。次ビーンズカムアズール、次なりきり花向こうリドル、こちらはコイン稼ぎ力もスコア稼ぎ力もまあ平均という感じですね。続いてバネッサはい、エビみたいになってしまいました。続いてフラワーシンデレラとなります。コイン稼ぎ積む最強枠の一体ですね。ただね、扱いやすさは低いので、初心者の方は注意してくださいめっちゃ噛むやん俺今日。そしてまあレア度はそこそこ高めという感じです。続いてゴーテル、次ラプンツェル&パスカル、次フック船長チャーム、次暴君ハートの女王、次強欲な悪女クルエラ、次プリンセス白雪姫、次プライドコレクションアースラー、続いてベルシュエンハイト、そしてマレウスですね。マレウスの一番いいところはコイン稼ぎ力とスコア稼ぎ力がね、両方2つとも高いということですね。そして扱いやすさはね、低めになっています。そしてね、レア度も低くなってる理由は、マレウスね、去年2回登場してるんですよね。で、そして今年ももう三が日で登場していて、で、プラスね、4月に毎年ツイステコラボがあるんですよ。なので、もしかしたらね、また今年の4月にマレウス復活するんじゃないかなと思って、レア度低めに設定しております。次、プリンセスジャスミン。次、カリムアルアージム。あ、違う、カリムアルアージム。ちょっと読めないですね。続いて、トレメイン夫人。次、女王&鏡。こちらの積む、非常にね、バランスがいい積むとなっています。ほら、綺麗なね、五角形に一番近い積むとなっています。コイン稼ぎ力も、スコア稼ぎ力もあるし、そして、扱いやすさもある。そして、レア度もね、まあまあ高いという、ほぼね、完璧な積むとなっています。続いて、ルシファー。次、死者の国の神ハデス。続いて、エンチャテとオーロラ。続いて、ジョーバソフィア。ジョーバソフィア。意外とね、コイン稼ぎ力高いです。次、マジンジャファー。最後にガストンですね。もうコイン稼ぎ特化型積むみたいな感じになっていますね。そして、レア度は常駐積むなので、まあ、普通にしてあります。そして、スケッチ系優先度や扱いやすさも、まあまあ高いということで。ということで、三が日1日目全積む評価ということで、最後まで見てくれた方ありがとうございました。明日はね、2日目の評価上げたいと思います。もしね、また見たいよって方がいたらね、コメント欄、高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。